さあ J リーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきます。ジャッジ解説は元国際審判員家本政明さんです。家本さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今回のゲストは番組初登場のお二人です。藤本淳吾さんと増島達也さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず藤本さんは現在、はい、F マリノスのスクールのコーチをされてるんですね。はい、そうですね、はい、2月から一応スクールのコーチをスタートさせていただいて、まあ、4月からちゃんと自分で駒持って1年間見ていくっていう形になるんですけど。楽しくやられてますか？楽しいですね、はい、でもやっぱり子どもたちがにどう言ったら伝わるのか、でスクールってやっぱりできる子もいればできない子もいるのが同じクラスでやってるんで、はいはい、その線引きじゃないですけど、はい、どこにピックアップしていくのかっていうのも、もう毎日葛藤。あ、なるほど、はい、贅沢ですね、皆さんに教えてもらうなんてそうですね、本当そう。で、増島さんは、はい、まあ、ずっとタレント活動もされてきましたけど、はい、今シーズンは渋谷シティ FC の監督デビューをされたということで。そうなんですよ、はい、なかなかのニュースでしたよ。いや、でもその後で牧野がまた被っててきたのでいや、なんかね、牧野がね、ね、監督かぶったじゃん。引退会見も牧野がやるって言って伸ばしたからね。全てに牧野が正しい正しい。かぶせてくるんですよね。なるほど。僕なりの結構一大大きなイベント、大きなことだったので、はい、うん、そうだね、みんながすごい連絡くれたんですけど、はい、やっぱ牧野すごいですね。持っていたね。絶対一人で取り上げさせないぞと。さすがだな。今日出演してないのに話題になる時点ですごいですね。前回もね話題になってましたから。どうですか監督は？楽しい。楽しい。はい、やっぱり監督をやってみたいって思いが強かったので、はい、まあ、コーチを少しやらせていただきましたけど、全然違います。どんだけこうどのカテゴリーでも監督をやるべきだなって、もう監督1回やったらこれも抜け出せないなっていうぐらいこうのめり込んでます今。まだじゃあ選手とは違った楽しみ、楽しみがある一面、一方なんか今までお世話になった監督とか、うん、それこそレフリーとかにみんなで謝りたい、うん、いやレフリー謝らなくていいけど、今いらっしゃいますよいやだから僕選手の時はレフリーにもすごい文句言ってたし、はい、監督にもすごい文句言ってたので、うん、なんか監督って大変なんだぞと、はい、なんか好き勝手やっちゃダメだぞと、選手選考も考えてんだぞと、なんか監督の大変さがすごい伝わるので、うん、感じるので、いや今までお世話になった人は本当に謝りたい。まあ本当に新たな第二のキャリアで見えてくることもお二人たくさんあると思うんですけど、はいはい、今日はいくつかの事象を取り上げて、ちょっとまあアタッカーとディフェンダーの目線でいろんな意見を聞かせていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回取り上げるシーンはこちらです。週末のゲームの中から選出した3つの事象とナイスジャッジを特集してお届けします。ではまずはこちらのシーンからです。明治安田生命 J1 リーグ第6節、湘南ベルマーレ対ガンバ大阪、88分のシーンです。ガンバがチャンスを迎えます。右サイドでボールを持った福岡が中に入れると、パスをつないで最後はジェバリがシュート。するとここで主審の笛が鳴って、タチにハンドの判定、ガンバに PK が与えられます。リプレイで見るとジェバリのシュートがディフレクションしてタチの体と左手に当たっているように見えます。結局 VAR チェックが行われた上で PK のままとなりましたが、ジャッジは妥当だったのか、まずはこのシーンについて議論します。さて、このシーンに関してはですね、視聴者の皆さんに事前にツイッターでジャッジについての意見も投票してもらっております。でまずその結果ご紹介したいんですが、ハンドで PK という意見は 65%、 そしてノーファールで良いんじゃないかというのが 35%、まあ、つまり PK は仕方ないという方の方がまあかなり多かったという結果が出ました。投稿もちょっとご紹介します。まずハンドで PK という意見の方です。ボールが当たっても動かさないように頑張ればハンドと取られなかった可能性もあり、逆に言うと相手の腕を跳ね上げるようにボールを当てれば腕の位置に関係なくハンドが取れると思われる、こんな意見が来ております、うん、それからですね、ノーファール、
ハンドじゃなくていいんじゃないかという方のコメントです。腕を不自然に広げていない、ガードする形になっていない、ディフレクションで反応するには無理がある距離なので、ハンドなしになるのが今のルールだと思っています。合っていたら審判目指しますということですがすごい。さて、まあこれは本当にいろんな意見が出るんじゃないかと思うんですが、まずディフェンス出身の増島さん、はい、35% の意見ですね。 35%、 はい。ディフェンスとしてはやっぱりシュートコースにはこの時点では入ってない、はい、でリフレクションの中で5メートルぐらいしかない中で、じゃあ手をずっとこうやって構えていくっていうのは不自然、むしろこれはそこまで手を上げてないし、このボールが当たった瞬間も当たって反応的に手が動いてるだけで、はいはい、意図的に僕は手を出しているようには全く見えないので、家元さん、ん僕としてはこんな取られたら、ちょっと厳しいなと思いますけどね。これがゴール前にじゃあシュートブロックに行ってました、手が空いてました、当たったなら分かるけど、もうゴールマーク入ってない、ゴールコースに入ってない、それが角度変わってボールが来ました、これを避けろってのは忍者じゃないんだから無理でしょこれは。だから増島さんはこれ、舘選手がもともとシュートコースに入っているならば腕は後ろ手に組むべきではあるけれども、っていうことですね。そうです、そうです、まあでも舘選手この後ボール当たっちゃったなっていう自覚はあるから、逃げていってるんですよ軽く、だから自覚はあるかもしれないけど、まあでも先に体に当たった後に手に当たってる風にも見えるし、でも山下さん自信満々に PK って言ってますからね、アタッカー目線で、はい、まあ、藤本さんもこういうシュート打つシーンはあったと思うんです、たくさん。そうですね、はい、まあ、シュート打った後にその3人目でダワン選手がいるから、はい、当たってなければ通ってる、ああなるほどなるほど、そっか、そういう目線もあるのか、そう、そうすると藤本さんは取るべきってことですか。取るべき。じゃあ逆に藤本さん、あそこにダワン選手が走り込んでなかったらどうですか。なかったらハンドにはならなくていいんじゃないのかなと思うんですけど、まあ他のプレーでもその例えばちょっとゲームの流れを見てここは止めるとこじゃないなってレフリーの方やるじゃないですか、それと似たような状況ではあるとは思うんですよ、その見たこっち見てれば、この手が必要以上に肩ぐらいまで上がってるから印象は悪いですよね、これボールが当たって跳ね上げられた感じですよね。そうそうです、もっと我慢してほしかったここでここで我慢してほしかった。さて家元さん、やっぱり守備者と攻撃者で意見が分かれましたけど、分かれますよね。まず手がボールに当たっただけではハンドの反則とはなりませんということをまず明確に謳われてます、で当たった場合に大きく2つ、ボールが手の方向に動かした、これはハンドリングオフェンスと言える可能性が高くなりますって話で、もう一つは手はそんなにボールの方向に動かしてないですけど不自然に大きくしたと主審に解釈された場合、でこの場合で言うと手は動かしてないので、最初の方は外れます、で2つ目のところで舘選手の左腕もしくは手は不自然に大きくしていたと言えるのかっていう話、あるいはそれを予期すできる状況にあったのかっていうところですね、で予期できる状況で言うとシュートコースにそもそも自分がいないからそこは予期できませんよね、まして味方の選手に当たった後方向が変わってきてる、これは、距離も近いですしボールスピードも強いのでこれを、予期できるとはまず思えないって話ですね、で2つ目は、確かにどれぐらいなのかな、30センチぐらいですか、50センチは離れてないと思うんですけど、ちょっとだけ体が離れてる、これも事実じゃないですか、でも、腕が伸びた状態でシュートコースに入ってなくてただ単にそこに立ってる状態にボールが急に来た、当たった瞬間は、まあ、だからこれがだから30センチ50センチないぐらいの状況じゃないですか、さすがにこういう、予期できない状況で強いボールスピードでいきなりイレギュラーでボールが変わってきてる中で不自然にここに来るだろうって思う選手ってまあいないと思うんですよね、とすると、これが競技規則と照らし合わせた時にはハンドの反則と言えるのはやっぱり厳しいかなと思います、なるほど、
じゃあなんでレフェリーが、これをハンドの反則と、解釈したのかっていうところで考えた時に、大きく2つあるのかなって。ポジションはそんなに悪いポジションにいたとは思わないんですが、一つはディフェンスの選手に当たったようには感じずに直接行ったように感じた、うん、シュートがってことですか。そう、そのままレフェリーのポジションからだよ、うん、あれもうちょっと反対側にこういうふうに見てたらコースは変わってるのは分かるんだけど、うん、こっちから画面側から見てるから、そうするとなんか当たった感じがやや認識しにくかった可能性があるって話です、うん、あくまでも可能性の話で、2つ目は残念ながら当たった瞬間に無意識でやばいっていう、だからあのシュートコースでボールが足に当たってそんなにスピードがない、だからこんなに弾き上がるほど僕は勢いないと思ってる、うんうん、でこれはじゃあなんでこんなに上がったのかっていうと、当たった瞬間その反射的に避けよう、無意識の状況を避けようっていう動作がくっついてしまったためにこれほど大きく腕が上がってしまった、うんうん、ここには多少本人の意識と無意識の微妙なところが関わってる、うん、でもこれはどちらかというと避けよう、うん、だから不自然に大きくしようではなくてっていう、どっか脳裏の中でまずいって思うわけじゃないですか、うん、当たったらペナルティキックを取られてしまうかもしれないっていう心理が働くので、そのリアクションなのかなって個人的には思う。ただしレフェリーの印象とするとなんかこうバンっていうのが、当然僕らこう映像止めてスローで見たりするから、何回見たりするからこうだよねっていうことできるんですけど、あの瞬間これが起こることを予想できない状況の中で、はっと思った時に手がこういうふうに動いてしまった、うんうん、そうすると大きな動きの方に人間の意識ってフォーカスされてしまうので、あ、手を不自然に動かした、もしくは棒方向に動かしたで、認識解釈した可能性がある、だからペナルティーで判断したのかなって思います。うん、なるほど。これ VAR とか確認はしなかったんですね。 VAR 必ず入ります。で確認してます。でおそらく、レフェリーとのコミュニケーションで手を不自然に大きくしたところにボールが当たったのでペナルティって言われてしまうと言われてしまうと、映像上離れてる、これ解釈の話なんで、うんうん、うわーっていう。確かにスローにするとまた違う見方になるしな。そうで、じゃあこれは絶対介入できないレベルのものなのかっていうと、そうとは言えない。なぜかというと当たった瞬間ディフレクションだっていう話と、うん、当たった瞬間には体はその不自然に大きくしてない絵があるので、うんうんうん、一回確認してみますかっていうことは可能性としてはあった。音声的に入ってるってことですか。やり取りしてます。レフェリーと話してます。コミュニケーションは常にしてるわけですもんね。山下さんの、私はこう見て判断しました、こう解釈しましたって投げた。でおそらくだから不自然に大きくしたって言ったんでしょうね。だからそれがまあ、そう言えなくもない。基本的に現場の判断はフォローなので、そっか、正しさを求めるものが VAR じゃないって話。うん、基本的には主審のこれをはっきりとした明白な間違いと言えるのかっていうところで言うと、僕が理解している、VAR の、まあ、ガイドラインというか基本的な考え方は、割とこれはフォローをしていきましょうっていう部類に入るのかなっていう。ただしやっぱりこれはその反射行動、リフレクションもあるし、大きくしてる絵もないので、うん、見せることは可能だったシーンなのかなって。ただし見せることが絶対条件ではないって思いますか。見せてほしかった。それ見せてほしかった。もう、うん、さん、でもこれ例えば、うん、山下主審がリフレクションがあったことを気づけてなかったら VAR も入りやすいわけですよね。いいポイントですね。そこも一つのポイントになったと思います。だからそういうコミュニケーションを取ったのか取ってなかったのか、でそれが分かった上で不自然に体を大きくしたって言ってるのか、いやディフレクションを分からなかったって言ってるのか、そこもよって変わってくると思うんですよね。もしくはあれ、なんか自分の解釈が判断がおかしいって感じてるんであれば、私確認しますよとも言えるっていう、必ずしも VR から見てくださいっていうリコメントされるだけが全てじゃなくて、はい、自分からオーダーもできるので、うん、なんかこういう状況の場と VR の絡みの中で、あれこれなんか大きな誤解をしている可能性があると思った時にはレフェリーから見せてっていう要求はできます。これ納得しないですけどね、ディフェンスは、うん、納得しないし、ね、そうだね、ディフェンスは納得できない、ね、映像見て、あ、これはハンドって言われたら、あ、分かったハンドってなるけど、うん、映像見ないでこれハンドって言われたら、いやちょっと待ってよってずっとモヤモヤします、うんうん、ちなみに江本さん、藤本さんが先ほどおっしゃってくださったその
まあ、手に当たったのは偶然だけども、その後に攻撃の決定機につながりそうだったっていうポイントに関してはレフリーはどこまで加味するんですか？面白いポイントだなと思って聞いてたんですけど、大前提はそれがハンドの反則と言えるかって話ですよね。まあ、そうですよね。そうだからボールに手に当たったらそれがチャンスを逸したっていうのは競技規則ではハンドの反則とは謳われてないので、あくまでもボールの方向に手を動かしたのか、あるいは不自然に体を大きくしたと言えるのかで判断されるので、その後のそのチャンスがどうかってことは考慮されない基本的には。じゃあやっぱりだったらもうねハンドじゃないですよ。だって2つに当てはまってないですもん、はい、じゃあハンドじゃないそう2つ当てはまってないですよね。ハンドじゃないですよ。僕はそう解釈する競技規則と映像を見た、うん、ただまあ繰り返しますけど、僕らはここで何回も止めてリプレイしてスローで見るからそう僕はゆっくり解釈できますけど、うん、まあ、現場の、ね、1ミリ先が何か分かんない状況の中でこれはっていうのは現場は結構やっぱタイトかなっていうのが一つで、二つ目は、まあ、VAR が何とかできた可能性あるのかなっていうふうには思いますかね。わかりました。いきなり意見がちょっと割れて面白かったですが、はい、次のシーンに行きたいと思います、はい、明治安田生命 J3 リーグ第5節松本山雅 FC 対ガイナーレ鳥取14分のシーンです。松本がチャンスを迎えます。菊井からパスを受けた鈴木邦友がサイドへ展開するも相手がカット。しかしこれが小松の前に出て鈴木純也がファウル。主審は鈴木のファウルに対しイエローカードを提示します。しかしリプレイで見ると鈴木のファウルは決定的な得点機会の阻止、いわゆるドグソのようにも見え、レッドカードが出てもおかしくないように感じます。果たしてイエローカードの判定は妥当だったのか、続いてはこのシーンについて議論します。さて、この番組ではすっかりおなじみのドグソですけれども、改めてドグソの4要件、確認しましょう。まず反則とゴールとの距離、それから守備側競技者の位置と数、それからプレーの方向、まあ、あとはボールをキープできるまたはコントロールできる可能性、この4要件になります。さて、まあ、4要件も満たしていればもちろんドグソで、こういうケースは一発レッド、まあ、退場となるわけなんですけれども、まずじゃあ藤本さん、はい、これはドグソかどうか。いやすごい微妙なところで、はい、まあ、ディフレクションして裏に出てるわけじゃないですか、うん、多分だからもう最初のポジションでフォワードの選手はオフサイドだからディフェンスからしたらもうオフサイドポジションで捨ててるわけ、うん、でディフェンスラインは慌てて、うん、でも腕はね、使って止めてる、しかも自分より前にいるから体は入ってる状態だから、はい、あやべっていうディフェンスからしたら、うん、すげえ微妙な難しい判断で、しかもボールがバウンドしてるから間に合うじゃないですか、うん、これファウルを受けなかったら藤本さん、まあ、攻撃側抜け出した選手はシュートを普通に打てると思いますか？無理だと思いますよ。無理、うん、あの右後ろにディフェンスがいて、はい、で取られないようにある程度左斜めに置くじゃないですか、はい、で多分そうするとカバーの今の反対のセンターバックの子が、うん、はい、多分戻れる距離なんですよ、はいはい、でじゃあ後ろのこの29番の選手をこうにパス出すとしたらマイナスに止めたりとかするじゃないですか。うん、ってことはゴールから遠くなるから、はい、まあ別に手を使わなくても別に正当に戻ればいいだけの話はあるんですけど、なんでこう手を使っちゃうのか、まあ多少の手はこういう手はあると思うけど、こうやって肩に手をかけてるから印象が悪いだけであって、ね、対空時間がボールがあるから、まあ退場ではないと思います僕は。なるほど。だからこれでレフリングのイエローはイエロー、うん、ただこの鈴木選手のこの守り方は違う、うん、これやっぱり藤本さん、その守備側からボールが出てしまった、はいはい、まあ、まさかのところにボールが出てしまって、はいはい、その状況がやっぱりこういう対応につながってしまったりとかするんですかね、慌ててとか。もちろん慌ててやべっていうので手がバッて出てしまうことは自分でもあるはありますけど、でも判断はできるじゃないですか。
1対1になっちゃいそう、はい、まだ13分、自分が退場したら残りの時間を1人少ないとかって、うんうんはいうんまあ、思ってしまうところもある。じゃあ藤本さんはもうこれはイエローカードで良い、イエローカードでいいです、うん、なるほど、はい、分かりました。さてこういうシーンはたくさん遭遇したと思われる、はい、真島さん、はい、よく見た。イエローかレッドか。僕もこういうシーンでよく対処しましたよ2019年、はい、開始7分で、はい、退場したこともありました、はい、まあ、このシーンで言ったら、はい、まあ、ディフレクションで来た瞬間のこの滞空時間、はい、上に浮いた瞬浮いてる状態で止めてほしいんですけど、この状態だったら、浮いた状態だったらディフェンスの目線、あの感情としてはやばいっていう状況で戻る、はい、うん、でボールがもっと流れるかもしれないっていう感情でダッシュしてたわけですよ、うん、はいはい、でもバウンドした時点で思った以上に流れなかった、うん、じゃあそこは慌てる必要なかったよねって、うん、さっき純子さんが言ったように、うん、これは鈴木選手の判断ミス、うん、対応ミスでイメージが悪かっただけだと思うんですよね、うん、もしこれスリッピーでもっと前に流れてたら、うんうん、そうだね、うん、退場かなと、うん、もっと前だったね、うん、で浮いた瞬間に慌ててた、冷静な対応ができなかったってところだと思うので、うん、僕も同じ感じで対応してたかもしれないですけど興奮してたらうーん、でこれでシュート打たれるってことはないと思うんですよね、うん、はい、しっかり対応してれば。なるほど、うん、じゃあイメージが悪い。真島さんもこれは4要件の中でいうとボールをキープできるまたはコントロールできる可能性というところに疑問符がつくっていう感じですか。そうですね、うんうん、でもシュート打たれるかそれは打たれないと思うし、確かに慌てちゃう気持ちもあるし、浮いてる状態でスピードを上げなきゃいけないから、この時点やばいと思ってボールしか見てないから、19番の選手はね、体を入れる、多分ディフェンス見え背後に見えてる状態でわざと体を入れてるコースに入ってる、うん、まあフォワードの選手がうまかったですよね。これはセンターバックからすると真島さん、こういう対応がベストっていうのはどういうことですか。バウンドしてトラップしてから狙う、うんうん、でも肩に手をかけてる時点で、はい、もうイメージは悪いですよね、うん、はい、まだかける必要ないですもん、バウンドしてる時点で、うんうんうん、これでどん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 外に追いやるように、あっちのカバーの方、センターバックの方に寄せるように追えばいい、うん、なるほど、だけの話、うん、でもまあうまかったです、コースに入って、コース入ってたらうまい、うん、まあでも鈴木選手の手の力が強すぎたのかもしれないです、これはなるほど、うん、じゃあでも松島さんもイエローカードでいいということですか。イエローカードですね、うん、お二人ともイエローカードということで、まあ僕もそうですね、まあレッドカードにはちょっと足りないのかなっていう感じがするので、この辺かなと思ったんですが、家本さんどうでしょう。非常に興味深いシーンですよね、なかなか見ない、特にこう浮き玉に対してあのスルーパスですね、はい、に対しては見たことあるんですけど、興味深いシーンだなと思ってました。で僕の結論は、一番下の段階の、40% どちらとも言えるの、イエローカードよりです。あ、そこあたり理由は、まあ、いわゆるその審判会っていうのかな、僕の中での解釈の一つである、まあ、オレンジ色である黄色、真っ黄色でもないし真っ赤でもないっていう、で間のオレンジ色のどっちに該当するのかっていうと、オレンジのイエロー側で、どちらとも言えるよりかはやっぱ下がる、うん、じゃあ何が下がるのかっていうところを確認したいんですけど、距離は、20から25ぐらいなので、うん、まあやや近いけど、めちゃめちゃ近いよねっていうところにはいかないと思います、うん、で位置ですけど、奥側の選手が5メーターぐらいですかね、遠くもないけど近くもないぐらいな感じなので、まあこれもやや下がると、うんうん、でじゃ あ,、あごめんなさい、あと人数か、人数1枚なので、まあでも割と高いですよね、うんうん、で、方向、まあゴール方向に向かっているのでこれ 100% って言えると思います、うんうん、で一番のポイントはこのボールのキープ、あるいはそのコントロールできる可能性っていうところですけど、あれだけこう山なりになってて大きく弾んでる時にファールコンタクトが起きたというシーンなので、僕はこれ全然コントロールできない、でコントロールした後にシュートがどうかって話、うんうんうん、お二人が言った通りと思うので、僕これ全然下がると思います、うんうんうん、なので、状況的にはドグソーに、十分言える
で一瞬思うんですけど、はい、こう個別に見ていくと赤よりかは黄色の要素の方が強くあるシーンなのかなと思うので、レッドカードには全然いかずにイエローカードで判断、現場で判断したのが、僕は妥当な判断なのかなって思います、うん、え、家本さん、じゃあ、うん、この前のフォワードの選手がメッシだったらどうします、うん、あ、よくあるそのボール の技術的なコントロールのうまさとかスピードがあるって話とするならば、一応競技規則の判断基準の中には、その4要件というところには技術的なうま、さとかその選手のスピードっていうところは考慮、されない、されないとは書いてないんだけど、うん、含まれてないですね、うん、ただし実際には、レフェリーがそういうことをこう考慮、じゃあ一切しないのかっていうと考慮する。例えば、ディフェンスの選手がもう少し中にいて3メーターぐらいで、これがめちゃめちゃ足が速い選手がボールに関わってるのか、うん、関わってないのかって言った時に、3メートルの距離でも、めちゃめちゃ選手が足速かったら離せる可能性って高くなるじゃないですか、うん、でも3メートルでやっと追いつける選手と、3メートルでたらもう全然もう自分がボールをキープしても前に進めないよねっていう選手も出てくる。それは判断の中に入るので、こういうこう、これがシーンが物理的なところ、技術的なところよりか物理的なところに割とフォーカスする。なぜかというと、人によって判断変わるってことは結構やっぱリスクがあるので、まずはそこのところはメインの基準とするよりかは、そのサブっていうかな、そのプラスアルファの判断の要素として考えましょうっていうところはある。なるほど。メッシだったら変わりそうですけどね変わる、変わりますね、うん、メッシだったら退場かもしれないですよねメッシだったら絶対チャンスでしょってなりますもん、はい、あともう一つはやっぱり松本の選手が真裏からドフリーで行ってるじゃないですか。ここもやっぱり大きなポイントとは言えますが、その選手だってもこの浮き球のボールに対してまずコントロールするってことがファーストになって、そうなった時にディフェンスの他の選手たちの関係はどうなのかって見ていくので、そういうことを踏まえたとしても赤とはやっぱり条件としては満たされてないかなって僕は判断します。ちょっと家本さんテーマが変わってしまうかもしれないですけど、はい、これ相手競技者、まあ、守備側の選手のクリアがオフサイドポジションにいた攻撃側の選手に渡ってしまっているじゃないですか。オフサイドポジションにいたであろう、あ、いたであろう、そうですね、うん、まあ、いたということにすると、うん、そこに渡ったことになるじゃないですか、うん、でこれは例えばクリアに行った選手は十分な体勢でクリアしようとしたけれどもミスになったと取るのか、うん、十分な体勢でなかったのかっていうところも考えられるんじゃないかと思うんですが素晴らしいポイントですね。すごい、いかがですか。さすが、素晴らしいポイントです、まあ、このシーンは、去年の夏以降にIFABがその解釈を大きく変えてきた一つのところだと思ってるんですけど、はい、守備側の競技者が、まあ、意図を持って数メートル動くとか、その方向に足とか頭を出してボールに触れた、うん、それはどちらかというとそのディフレクションではなく、うん、意図的なプレーで見られていました。でその状況でオフサイドポジションの選手がプレーした場合には、意図的にプレーしているので、オフサイドは消えますっていう解釈、うん、理解だったんですが、うん、アイファーはそれはやっぱりディフェンスにとってやっぱりちょっと良くないだろう、うん、ディフェンス不利になってしまうだろうっていうところで、やっぱりそれはプレーと言わずに、ディフレクションプレーではないって解釈した方がよりフットボールらしいって、うん、競技の解釈を、少し変更しました、うん、そういうシーンで言うとこれは、仮にオフサイドポジションに選手がいたとしてもディフェンスの行為はプレーではなくディフレクションになるので、まあ、オフサイドが成立するっていうことになりますよね、はいはい、そうすると、うん、そもそもこのドブソかどうかの話はなくなるっていうことですね。VR が入ってくる場合の話ですね、はいはい、オフサイドが小松選手がオフサイドポジションであったとするならば、そもそもドブソかどうかっていう話の前にオフサイドが成立するはずだったっていうことですよね、うん、そうなりますね、うん、ここまで遡るってことですね。はい、そう、戻るってことですね。まあ、現場でもそもそもそういう判断をされる必要があったっていう話と、仮にそれがスルーされた場合で VAR 導入試合であったならば、まずそのドグソかどうかは確認します。でもそもそもこれってどうだったの、まあ、もしドグソって判断された場合にはそれはその前にオフサイドがあったよねなかったよねっていうチェックになった時にこれはプレーとは言わない、ディフレクションだった、はい、
じゃあ例えば動物とかどうか VR が介入してオンフィールドレビューをするとするじゃないですか。でその中でちょっと待って、これその前にオフサイドあったんじゃないっていうことで、もう動物とかどうかの検証はなくなるっていう順序でいいですか。最終的にはそうですね、はい。結構ややこしいですよね。僕も今自分で言っててちょっとなんか難しいですね。難しいですよね。ロースのために見てたのに、うん、ちょっと待ってよと、うん、戻したらってことは、うん、じゃあこれはおそらくオフサイドじゃない、オフサイドポジションにはいなかったと思いますが、うん、仮定の話ね、仮に松本の選手がオフサイドポジションだったとした場合に、鳥取の選手微妙な足はプレーなのかディフレクションなのかっていうと、今はプレーとは見ない。あ、これ静止画で見ると確かに奥のディフェンダーの右足が残ってるようにはしわ目からすると、うん、そんな感じしますね。ただその真横のアングルではないので、はい、分からないですけどね、ここだけでは、まあ、あくまでも仮定の話をしてますが、うん、はい。じゃあこれが逆にもう1メートル攻撃側の選手が前に出ててオフサイドポジションが明らかだったら、そういうところに話は戻ってしまう。はい、そうですね。 J1 のところだとそうですし、そもそも副審の判断も本当はそこまでしなきゃいけない、うん、主審もそこまで、判断っていうことを整理していかなきゃいけないっていう、だから結構難しいですね。これは難しいないの難しいよ、これは難しい難しい、これは難しい、結構現場も混乱すると思います。これは言っちゃダメこれは無理だよ。こんだけ俺らが映像を見てもギリギリの、はい、うん、今やっと気づいたぐらいですからね。今だって僕らちょっと混乱してますから、混乱してますからってことはって言ってる、これは気づかないな、レフリーさすがに難しい。だからトータルで言うと家本さんすごくナイスジャッジだったと思います。副審もよく判断されたと思いますし、うん、主審も最終的にはトータルの情報を、今 J3 もコミュニケーションシステムを導入しているので、はい、やり取りをしながら適切に判断されたシーンだと思います、うんうん、なるほど、わかりました。ということでナイスジャッジでした、うん、次のシーン行きましょう。明治安田生命 J3 リーグ第5節 FC 今治対奈良クラブ89分のシーンです。奈良のカウンターの場面です。ゴールキーパーからのボールを受けた桑島がスペースへ出すと、そのパスに走り込んだ酒井が倒されてホイッスル。主審はゴールキーパーのセランテスのファウルを取った上、イエローカードを提示します。しかしリプレイで見るとこのファウルはドグソのようにも見え、レッドカードが出てもおかしくないように感じます。果たしてイエローカードのジャッジは妥当だったのか、続いてはこのシーンについて議論します。さて、続いてのドグソ案件になりますということで、このシーンなんですが、実はですね、逆に、これ今治の方がセットプレーで実は入ったかどうかってかなり際どいシーンがありまして、まあ、それがノーゴールという判定になってそのまま奈良のカウンターにつながるっていう、ことだったんですが、まあ、実際まず家本さん入ったかどうかで言うと、まあ、正直これは正解は分からないという感じですね。まず立証する映像が残念ながらないっていうのが一つで、プレーの流れの選手たちの位置関係からしても主審にしても副審にしてもこれを正確にっていうのかな、判断できるポジションに行くことはもう不可能です。もうこれを立証するのはそれこそ本当にもうワールドカップとか J1 のようなカメラアングルとかシステムがないと、もちろんそのチームにとって選手にとってサポーターファンにとって、はい、なんだよっていうシーンではなるんですが、うん、これはもうテクノロジーでしか解決できないようなシーンですかね、うんうん、まあラインは超えてるようには思うんですが、ラインの全てを超えてるかどうかはやっぱちょっと分かんないですよね。ここだけでは今回実はヤベスタで僕そのちょっとラインを超えたかどうかのジャッジについての話をちょっとしてるんで、ヤベスタもぜひ見ていただきたいと思いますさて、このシーンではですね、増島さん、まずこの後のカウンターでのファウルがドグソかどうか、難しいんですよね。これもまた、まあ、この出した時点でね、今治選手5人いて奈良の選手1人、はい、どっちにも取れる本当にディフェンス目線からしたら、まあ最後ギリギリのところで足出せるし、慎吾さんお願いしますちょっと難しい。これはこれさ、でもさ、まあ、キーパーの腕高くないって思う、うん、イメージもあるけどね、はい、そもそもの首にかかってますね、うん、タイミングもそうだし、出るタイミングだったり
入れ替わっちゃってるから、これ止められ、キーパーに止められちゃったことによってちょっとボールとの距離があるように見えがちなんですけど、確かに止められてなかったらやっぱりすぐ打てますか？抜け出せたとしたら、はい、一点ものなんじゃないかなとは思うけど、うん、少しこうゴールの正面から、まあ、右にずれていて角度もちょっと外に多少逃げるような感じにファーストタッチはなりますけど、藤本さん、それでもこれはこのレベルの選手だったら流し込むのは難しくないですかと思いますし、はい、アウトでトラップしてるけどこう回転をかけてボールがゴールの方に行くようにトラップしてるから、なるほど、だから向かってるんですよ、はい、ボールも、うん、でこの選手も、あ、じゃあそんなに外にボールも逃げない、逃げないです、うん、だから回転して、うん、はいはい、行ってるじゃないですか、はい、だからもう自分の中でイメージはこうトラップしてこうシュート、うん、でトラップまでは完璧、はい、イメージ通りっていうプレーだと思うんで、うん、まあ僕はこれで言ったら 80% ぐらい赤にしていいんじゃないかなと、うんうん、じゃあ藤本さんはドグソで退場、はい、増島さんはイエローかレッドで言うと、ディフェンス目線からしたらレッド出さないでって出さないでお願いっていう、お願いもうその時点でダメじゃないですかお願いっていう部分はあるけど、はい、まあ、こうやって映像を見ると、はい、やっぱディフェンダーはゴールカバー行ってるし、はい、フォワードの選手があのあと多分シュート打てるなって、こうやって映像を見るとね、うん、これは決定的な得点を阻止したのかなと思うので、純吾さんと一緒で退場だろうなって思いましたね。なるほど、うん、これは僕もこの番組で教わるまで知らなかったんですけど、ゴールキーパーが飛び出してゴールがガラ空きになっているとディフェンスがカバーに入れそうでもゴールはガラガラだっていうふうに考えるっていうふうに習ったんですよ、うん、なのでゴールキーパーもいない状態なので、うん、僕もこれはレッドになっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、うん、ちょっとそのあたりの正解も含めて家本さんお願いします。まあ似たようなシーンが去年かな一昨年かな京都かなんかの試合もあったのかなっていう、はい、基本的にこういう時に選手がやってしまうのは選手を倒しちゃうんですよね。うん、倒すぐらいの勢いでいくっていうのはすごくこうやっぱり印象も悪いですし、うん、大きな影響インパクトを与えたっていう判断できるシーンっていうのがまず前提ですね。僕の結論は 100% レッドカード、うんうん、で理由でいきますけど、距離が先ほどのシーン、松本の試合よりかはもう少し近いので80ぐらいに言えるかなと。でディフェンスの位置でいうと、まあ、ゴールキーパーが前に出てるっていう、まあ、少し特別な状況っていうこととカバーに入るのが19番の選手かな。で、その後ろ側にたくさん4人いますけど、これはもうプレーに関わりないのでノーチャンスなので、うん、位置もまあ5メートルぐらいでもまあ80とかいけますし、人数は1枚だけ、しかもキーパーが出てる状況なので、これもかなりもう90とか低い、あ、高い位置にあると。でプレーの方向はまず全体的に向かってる。で藤本さんおっしゃったようにそのトラップの後のボールも十分ゴール方向に向かっていると言えるので、これは方向は間違いなく 100% と言えます。でコントロールも十分できしましたし、その後のボールとの勢いとか距離を考えてもその後も十分セカンドチャンスは保持できると見るので、要は 80% 以上こっち側に来ているって言えるので、間違いなく、レッドカードっていうシーンなのかなと。でじゃあなぜ現場のレフェリーたちがそれをそう感じずにイエローカードにしたのかなっていうところで言うと、まあ外側に、プレーの印象を持ったのと結果的にボールが大きく、なったような印象っていうシーンがあるじゃないですか。だからその2つによってレッドカードには満たないって判断したんでしょうね、この状況っていうのは。でもこの番組でいつも言いますけど、赤か黄色か、まあ、ドグソかスパかっていうならもうポイント、その反則が成立したポイント、そこで選手がどこにいてコントロールの可能性とか、プレ次にディフェンスの選手がプレーできる、位置関係とかゴールキーパーがどこにいるのかっていうことをトータルで判断するので、この瞬間はもう間違いなくもうドグソっていう言えるシーンなのかなと。しかも、うん、その主審の方は一応全体は見えてるじゃないですか、キーパー出てきてカバーの人もいて、うん、でもそれよりも 1,2,3,4 人がまあ多分これ50番だからミカード選手かな、うんうん、は入ってないとして、うん、それでもイエローカードの判断をした、
分かんないですけど、でもいいポイントだなと思ってて、なぜレフリーがそう感じたかって言ったら、中から外に向かってるんですよね。中から外をプレー見てる。で、自分の目の前にも複数の選手がいると、意外とボールにチャレンジゴールキーパーがしたんですが、その瞬間にその今までの選手たちが囲ってるような印象を持ったっていう話と、中から外に行ってボールが外に出るので、ゴール方向とはこっち側に行って右の方に副審サイドの外の方に、プレーが向かってしまった、でかつボールが大きくなってしまったっていう印象を強く持ってしまった。でこれじゃあどうすればよかったのっていう話で言うと、あのショートカウンターっていうのかな、そのペナの中からゴールキーパーの素早いリリースで行くじゃないですか。でレフリーは真ん中へ通っちゃうんですよね。これもしもしくは外からなんかまっすぐプレーを見るか、もう少し副審サイドに行ってちょっと回り込む、そうそうそう、逆に副審サイドの方からこう正面から左にやるとプレーは十分ゴール方向に行ってるよねっていうことを体感できたはずなんですよ。中にポジションを取ったがために外に行ってる印象をより強く持ってしまった、あるいはその周りの選手たちがプレーの周りにいたっていうふうにこう感じてしまったために適切に、副審ね、そうそう、いるじゃないですか。副審は見えてるわけじゃないですか。これね、そう言うでしょ、外から見てごらんなさい、意外とこれはね分かんなくなるんだよ。でもちょうど副審がいる位置からボールがゴールと結ぶ線に来るんですよ、ってなったらこれはゴール決めれるなって感じることは十分できると思うよ、思うんだけど、なんかこう中のディフェンスのさっきだった19番の選手かなとの位置関係と か、 なんかでもボールは自分の方向に来てるようにも感じるんだよね、プレーの方向とボールがあって、そうすると副審としても前よりかは自分の方にプレーとボールが来てるから、あ、これはゴール方向に向かってないなっていうように感じた可能性は十分ある。なるほど、なるほど。意外とこれね、我々こうやって何回も止めてリプレイでスローもできるから、そういうことをきちっきちっと言えるんだけど、現場でこの瞬間にこれを本当に正しくレフリーがどれぐらいいるのかってなった時に、その前のシーンもそうなんだけど、意外とこれ難しい。難しい、確かに。あと家元さん、これ、相当スピード感のあるロングカウンターじゃないですか、そうすると主審もボールについていくのは結構やっとだと思うんですよ、そうすると回り込んで適切なポジションを取るとか僕不可能に近いんじゃないかなと思ったんですけど、どうですか。これも一つその前の話で言うと、今治が素晴らしい攻撃をして、さっきあったように、ボールがゴールの中に入ったか入ってないかっていうところに意識が持っていって、でもう副審も無理です、で主審もフィールド中央側にいたから無理なんですけど、無理に追いに行ったんですよね。あ、なるほど。自ら良くないポジションに行ってしまったがために、そうそう、行かなくてよかったんです本当は。でも多分これは今なんだろうな、ペナの中に入ってプレーを近くで監視しなさいっていう、もしかしたら指導があるがために、そこに意識が向かってしまって不必要な動きをした可能性がある、十分不必要だったんです。そのためにあえて自ら悪いポジションに行ってしまったがために、その後のそのこう素早いカウンターっていうか、その攻撃に適切に判断を自ら遅れてしまったっていうシーンですかね。でもめちゃくちゃ早く帰ってますね。早く入ってこのまま外に行けたんだけど、その前から。でもまあもちろん僕今理想論勝手に喋ってます、理想論は。だってこれ主審からしたらボールがまずゴールに入ったかどうかを見なきゃいけない、その後直後にどうそかどうかを見なきゃいけないって大変です。めちゃくちゃ大変なシチュエーションじゃないですか。これは確かに大変だ。これは大変です。からまた戻って、だからレフリーとしてはこの状況の中で僕はやれるべきことは十分やったと思います、ただしそれと、妥当な判定だったかっていうのはすごく切り離す必要があるって話で言うと、判定のところが僕とはちょっと違う意見だったなっていう。じゃあこれは皆さんもレッドカードでも仕方ないというか、家元さんはもう 100% レッドカードということで、わかりました。さて、最後に先週末はナイスジャッジが多かったので、そちらもいくつか紹介したいと思います。まずですね、2つのナイスアドバンテージから、1つ目は柏対浦和の75分のシーンです。中盤で伊藤選手が倒されますが、アドバンテージを適用してシャルク選手のゴールにつながります。これは藤本さん、攻撃側からすると、よく流してくれたっていう感じですか。まあそうですね、もう味方にボールがつながってる、ファウルだけどつながって、しかも前に進んでるんで、そして
もう一つ、札幌対川崎前半アディショナルタイム、遠野選手がファウルを受けるんですが、これもアドバンテージを適用して家永選手の見事なループシュートのゴールにつながったというシーンです。これも松島さんナイスジャッジ。いやー、大和シーンですよね、うん、この2点目もフロンターレの2点目も確か山根選手のゴールの時もアドバンテージ取ってそこからライン際で奪って、うん、山根選手のゴール生まれたりとか2つぐらい重なった、うんうん、すごいコントロールされててすごい良かったですよね。なるほど。このループもまた藤本さんらしいというかこのみたいな、うん、いやもう一番好きじゃないですか。はい、大好きです、うん、本当に回転というかねちょっと左からカーブかけて、うん、はい、もう本当にイメージ通り、うん、っていうかまあ多分家永君からしたら簡単に蹴ってる、はい、うん、いや、うん、簡単にやるけど簡単じゃないですよ、ね、簡単じゃないですよ、うん、簡単じゃないか。でも藤本さんも多分これは簡単なんですよね。まあとりあえず大枠にめがけて蹴るっていう感覚ですよね、はい、言ってみたいですね。言ってみたいですねスクールの子たちは見てますよあれを簡単にやるんだと思う、うん、ちゃんと見といてね、はい、続いて家本さんの一押しのナイスジャッジです。鳥栖対 FC 東京の終了間際のシーンなんですけれども、これがどのあたりがナイスジャッジなのか松島さん分かりますか。これ結構難しいですよね。難しいですよね、はい、これね主審のアクションを見てると分かるかなと思うんですけど、あと時間ですね。こうとしてる試合を終わらせようとしたんだ、はい、なるほど。あ、確かに手を挙げてる。藤本さんが今気づかれたように実は主審が終わらせようとしたけど一瞬やめたっていうことなんですよね。いや全然気づかなかった。分からないですよねこれは。よくこれ家本さん探してきたなって思うんですけど。いや SNS でバズってたから。あ、そういうことなんですか。なるほど。家本さん、じゃあこれ解説ちょっとお願いします。まあ、正直言うと、はい、いろんな考え方があると思います。そうですよね。もう、時間が超えてるのになんでその前にやめなかったのかっていう考え方は、あると思いますし、まあ、そういう意見も一つの正解かなと思います。まあ、でもレフェリーが OK にした以上はまずっていうところが前提ありますよね。その上で思い込まずにやっぱりこの状況をちゃんと見て瞬時に自分が最初にもうボールがインプレーになった時にやめようっていう決めてたはずなんですよね、うん、だから多分こういう動作が出るんですけど、その瞬時にあ違うってニュートラルなポジションに思考を戻して得点を、まあ、認めたっていうところは、その部分で言うとすごくいい判断だった。だからそのレフリーは冷静に全体のことを見てて、判断したシーンなのかなって思います。もしこれがやられた側の、まあ、意見というか視点で見ると逆にじゃあもう終わってたはずなんじゃんっていう意見もこれ当然出ると思うんですよ。絶対言うと思います、はい、でも例えば藤本さんこれが、はい、川田選手がこうカットしてシュートを打つところで例えばピッピーって終わらせたら、いやそんな終わり方ないですよ、ね、さすがにそれで終わられたらもう退場になっちゃうぐらい詰めちゃうかもしれない、ね、大変なことになりますよね、はい。だからまあやられた側からするとそう言いたくなる気持ちももちろん理解はできるけれどもっていうところですかね、家本さん。ありますけど本当に冷静に全ての状況を把握した上で自分が許容しているのでもう許容した責任っていうのは切るわけじゃなくて最後まで状況を見る。だからここでもし仮にゴールキーパーに触ってボールがゴールラインを割ってなコーナーキックじゃないですか。コーナーキックをするかどうかまではちょっと分かんないですけど、まあ、おそらくコーナーキックになったとしてもこの場合で言うとやめる方がいいんでしょうね。分かんないですけどね。そうすると4分プラスにしてて5分とかなっちゃうからそれはまたそれで違うと思うし、まあ、切り方って本当に難しいですけど終わりよければ全てよしじゃないですけど、そこのところってフットボールの魅力を上げるのかそうさせないのかっていう結構大きな要素を持ってると思いますけどね。今シーズンも確かコーナーキックになったけれどもやらせずに終わらせたっていうので、うんうん、ちょっと
試合が終わった後に、はい、なんでみたいになったシーンもありましたし、まあ、あとはコーナーキックやらせて1回ディフェンスがクリアしてそのセカンドボールを打てそうだったのにそこで終わらせるっていうこともあるじゃないですか。それに関しては家元さんもうコーナーキックのワンプレーまでって決めてやらせてるってことですか。でそれをさっきから話したんですけどちゃんと自分の意思決定したものをある程度の選手に言っとくっていうことって僕はすごい大事だと思うんですよ。なるほど。もちろんコーナーキックが始まる前にそう競技規則上こうだよってことはみんな分かってるって話、うん、でも多少のこの猶予ってやっぱあると思うんですよね、うんはい、そこを決められるのはレフリーのまあ考え方で、まあ、そのサッカー感だと思うんですけどちゃんとあの自分だけのものにせずに伝えておくってことはすごく大事だと思うんですよね。選手とか多くのサポーターファンが納得するような情報をちゃんとこう共有しておくってことは僕すごくあの魅力的なフットボールのためには必要なことなのかなって思いますけどね。うんつまりはコミュニケーションが大事だっていう、そういうことです。そういうことですね。そういうことです、はい、このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンやテーマさらにナイスジャッジに関する事象をツイッターで募集しております。ハッシュタグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして投稿してください。サッカーにかかる皆様へのリスペクトはお忘れなくお願いいたします。今シーズンも J リーグジャッジリプレイ毎週火曜日の朝配信予定です。次回はですね佐藤久人さんと水本裕樹さんお二方をお迎えしてお届けします。引き続きお楽しみください。さてというわけで今回は藤本さんと増島さんお二方初登場していただきましたが、はい、まず増島さんいかがでしたか。レフリーは大変大変うん改めてねこうやって細かく見ると、はい、レフリーの人がどれだけ考えてやってくれてるかっていうのはあすごく感じたので、まあ、今監督やらせてもらってるのでもっとうまくコミュニケーション取ればもっといい試合ができるのかなっていうのを感じたので、うん、いやーみんなでいいね試合を作っていきたいなっていうのは感じましたね、うん、そうですね、うん、藤本さんいかがでしたか。いや私こうやって映像で見ればね判断はできるんでまあ、実際にあの難しいって思いましたし自分がじゃあ例えばスクールで審判やった時に、まあ、その選手の子どもたちとしっかりコミュニケーションを取ろうなと思いました。あと藤本さんやっぱり子どもたちに審判との向き合い方とか試合の中での関わり方っていうのも、はい、やっぱり教えていかなければいけない立場に今なったわけですね。そうですねやっぱり、まあ審判だからっていう目で見る子どもがいるんでやっぱりね人間だからミスジャッジをしてしまうこともあるしっていうのも教えてあげなきゃいけないしリスペクトしなきゃいけないしじゃあ自分がやってできるって思うこともあるんでまあそういうのもちゃんと伝えていかないとそういうのもいけないのかなと思います。増島さんも監督をやられてまた審判に対する関わり方の考え方とか変わったところがあると思いますけれども、だいぶありますよ、うん、だ早く家元さんに来てもらってまず見てもらってまずもっと分かれってなんかそういうのも、ね、なんかいいアドバイスをいただきたいなと思うし、うん、やっぱコミュニケーションは本当に大事だなっていうのは感じましたね、うんというわけで今回はお二方にいろんな意見を伺いましたがまたぜひ出演していただければと思います、はい、ぜひお願いします。お願いします。というわけで本日皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。